本当にルームを作って、まあ、そこに侵入というか、まあ、そこにマッチングをして戦う、もしくは、ルームを作って誰か対戦相手を待つだったりとか、まあ、当然お友達同士でもできますので、うん、まあ、そういった形で対戦する形になってます。はい、こっちが 3on3 ですね。はい、で3対3はですね、いわゆるチーム戦となっておりまして、まあ、制限時間内に、まあ、敵を撃破したら、まあ、ポイントが加算されて、まあ、チームとして、まあ、ポイントの多い方が勝ちというような形になってます。でこちらの方はですね、チーム戦なので、死んでもですねリスポーンします。なので、まあ、気軽にどんどん出撃してとにかく敵を倒しまくろうというような形の、ものになってます。なるほど、撃破してもまたリスポーン。そうですね。で、まあ、一番その対戦中で、まあ、撃破しているポイントが高い方がプライオリティターゲットという形で、まあ、リーダーみたいな形に選ばれるんですけども、まあ、その人を倒すとさらにポイントが上がったりとかですね、その人が敵を倒すとポイントも上がったりするので、まあ、その人を、ね、いかに生かしていくか、もしくは殺していくか倒していくかみたいなところが、まあ、一つの駆け引きなのかなと思ってます。またゲームの終盤までちょっと手が離せないというか、目が離せない展開になってくる。これは結構かなり面白くわちゃわちゃしながら楽しめるのかなと思ってます。ほー、なるほど。じゃあその先ほどねおっしゃられたそのマッチング